日本北海道江別市対岸対岸は、北海道江別市にある地名、江別発祥の地と呼ばれる。かつては、豊平川の旧河道が、石狩川に注ぐ一帯を指し、工業団地となった港、栄町や石狩川対岸の中島も含んでいた。つい石狩の地名は、アイヌ語に由来するが、曲がりくねった川を意味する、と石狩、沼がそこで曲がるを意味する、と石狩、あるいは、 元の石狩川を意味する、トゥエシカリなどの説がある。1700年に、マサキ藩が江戸幕府に提出した、マサキ島豪町には、ついしかりという表記で収録されている。完成年間の記録には、石狩川流域には、石狩十三場所と呼ばれる十三箇所の場所が存在したと記されている。この中に、下津石狩と上津石狩の二つの場所があり、 上津石狩が現在の札幌市厚別区付近であり、下津石狩は津石狩川が石狩川に合流する付近を指す。なお、アイヌ語で札幌ペッと呼ばれ、札幌の地名語源ともなった豊平川は、江戸時代後期までは現在の札幌市北区篠路付近で石狩川に注いでいたが、同時期、完成年間に発生した大洪水で流路が東側に変わり、 ついしかり川に流れ込んだ上で石狩川に注ぐようになった。この流路変遷でついしかりは石狩川と豊平川の上流部を結ぶ交通の要衝として注目されることになる。1806年の東山影国と村垣貞行による西江戸日記にはついしかり川が石狩川に合流する地点の近くにアイヌの住居三軒と巡検のための仮小屋があった。 ことが記されている。これが、追叱り泊まり小屋であり、その後も、たびたび幕府の巡視の役人や函館部業所の使いの、者のが、宿泊所として利用している。1804年のアイヌの場所別人口記録によれば、石狩13場所のアイヌ総人口は2582人、内上津、石狩は110人、下津、石狩は93人だった。 1846年に松浦武四郎が北見知床淳史の木戸に立ち寄った際の最高蝦夷日記に追し借りは鮭は元より地下さらに身の丈3メートルに及ぶ長ザメが水揚げされる優れた居場であり番屋や弁天社蔵が立ち並ぶという賑わいぶりさらに地域のアイヌが家ごとに袋を飼育しあるいはまさ藩に隠れて雑穀やカボチャ ジャガイモなどを栽培する有様を記している。しかし1857年春の火災で番屋付近はのきなみ消失してしまい、この年の竹代はお隣る平安家の家に泊まるしかなかったと石狩西市に残している。この年の調査で石狩川から豊平川流域の地勢を鑑みた竹代は、時の函館奉行、堀織部のカらラに文化年間に近藤十三が、 しかりに、江戸地の大夫を置くべきとの建白書を提出しているが、その地は、春の融雪や秋の豪雨の難があり、右往の降臨でもなくてはかなわない。むしろ津石り川を三里遡った札幌とい,たいらの地こそ、本府多くにふさわしい。札幌に大夫が置かれれば、石狩は大阪のように、しかりは富士見のように栄えるだろうと提言している。1867年。 アヘアに雇われた立花義松が通行手として居住するようになった。この立花が江別市最初の和人の住人と呼ぶべき人物である。1871年、対岸は札幌区の一部となっていた。この年、開拓市の募集に応じた宮城県からの移民21個が入植したが、データン地の劣悪な環境と交通の不便さに、閉駅し、同年のうちに十九個が、 元来へと再転居してしまった。対岸に残留した二コとは、渡辺金助と本間雄之助のことで、二人はすでに開婚済みだった土地を放棄することができず、家族を元来に移して自分たちだけが残り、ついには土着に至ったという。この二人は、立花義松に次ぐえ別移住の先駆者となった。1872年8月、札幌の開楽園から元来を経て、 対岸を結ぶ対岸街道が完成。札幌から対岸へ乗り来第一号となる。1876年7月中旬、カラフトアイヌ127個854名が開拓市の長官、黒田清隆の意向で強制的に移住させられる。土人取扱主任を命じられた上野忠氏は新設された対岸詰め所で漁業資金の貸し付や、 試作農場の設置といった移民保護政策の実施のために働いた。また、受け負い人に酷使されて独立心を失いつつあったカラフトアイヌの将来を危惧した上野は彼らに対する教育の必要性を訴えた意見書を提出。これを受けて1877年11月、カラフトアイヌの指定に日本語や算術などを教授する仮の教育書が設立された。これが 江別市立対岸小学校の前身である。1878年、江別にトンデンヘイが入植。同年、江別トンデン兵村と、対岸を結ぶ、江別兵村振道が完成する。1879年3月11日、エキテーションが創設される。同年、石狩川対岸の篠の粒ととを結ぶ関栄の都線が、就校。1880年2月9日、 札幌区から分離して、対岸村が成立し、対岸と江別を合わせた、古町役場が置かれた。1881年には、篠津村が、役場の管轄に加わる。1882年に開拓誌が廃止されるが、未だ、カラフトアイヌの生計は、独立して、まかなうまでには至っていなかった。辞席の年にかられた、上野氏は官職を辞し、アイヌの総代と協議して、 移民組合を設立することで彼らの生活の向上を図ったものの、計画倒れに終わった。1884年には、ホロムイ村も、対岸と庁役場の管轄となったが、江別駅周辺の利便性が増すにつれ相対的に、対岸の重要性は下がっていき、1885年8月に、対岸駅停が廃止、1886年には、古町役場が、 江別村へと移転した。また、この頃、これらと天然島が大流行し、カラフトアイヌは300名以上の犠牲者を出した。1890年、上野忠の発起により、カラフトアイヌ慰霊碑が建てられる。1906年、二級町村制が施行され、大岩村、江別村、篠津村の三村が合併して、新しい江別村となった。1927年、 落農に適した土地を探し求めていた町村景気が石狩町樽川から大岸へ農場を移転させる。移転先は長山武四郎の所有地だったという荒れ放題の畑跡であり、町村は強い酸性の土壌を石灰散布により中和し土管作りから始めた暗渠排水を巡らせて土地の改良に努めた。1933年、 水害を減らす目的で湾曲する石狩川を直線化する切り替え工事が行われ、対岸の川下地区が対岸へと切り離される。1941年、札幌市東区狩狩町と札幌市東区中沼町を結ぶ豊平川の新たな流路が改作、通水される。完成年間以降の豊平川は旧豊平川として切り離され、 厚別川やのっぽろ川の下流部となる。1945年7月15日午後4時50分、アメリカ軍のグラマン4機が飛来して、江別発電所を攻撃し、死者2名、重傷者2名を出した。終戦前後にかけ、東京都世田谷区出身の空襲被災者らが、付近の原野に開拓民として入植する。1949年厚別川やのっぽろ川の、 地水目的で、江別市、津山地区に、旧豊平川と豊平川新流路を結ぶ早水路が、改作される。早水路の分岐点から、下流、対岸までの旧豊平川は、瀬田豊平川と名称変更される。ありがとうございます。